はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はですね、毛穴の汚れを落として、それから肌の色をワントーン明るくしてくれる、そんなスキンケアを紹介していきたいと思います。以前もですね、海外のスキンケアの方を紹介させてもらったんですけど、使い続けてる美容液とかもあるので、そういったものも紹介していきたいと思います。マラケシュレッドクレイマスクです。早速このレッドマスク使っていきたいと思います。すごい濃厚。このまんまもう肌につけるだけなので、すごい使いやすいです。塗っていきます。肌にすっごくこう密着するので、毛穴が取れるっていう感じがする。めっちゃ塗りやすい。あといい匂い、アロマ、甘い香りがしてリラックスできる。うん、めっちゃいい匂い。周りの部分を塗っていきます。ザラつきはなくて、すごいクリーミーな感じになってます。すごい塗りやすい。これ塗ると化粧水の浸透力も全然違ってくるんですよね。あと毛穴の汚れをやっぱりがっつりと取ってくれるから、ファンデーションのフィット感とかも全然変わってきます。このドロパックは例えば顔のざるみ、それからほうれい線とかもですね、解消してくれるような、そんなドロパックになってます。これ使っててずっと思うのが、保湿力を高めてくれるので、化粧崩れっていうのがほとんどしなくなりましたね。やっぱりその中身から改善していくっていうのがめっちゃいいなと思うので、何度も言いますけど、特にこれ使いやすくて、いつでもパックしたい時できるのがすごいいいよなって、私はやっぱそこは一番思います。高そうかなって思ってたんですけど、意外にそんなこともなくて、お手軽に使っていただけるものになってるので、ぜひですね、この特にクローズ、毛穴の汚れとかめっちゃザラザラ感とか気になる方は、ぜひ試していただきたいです。ほんまツルツルになりますよ。洗った瞬間から全然違うって、もう実感が湧きます。なんか女子してるわーって感じですよね。これをするだけで化粧のノリも全然変わってくると思うので、こういう感じに塗っていきます。10分経って、ぬるま湯でしっかりと洗い流しました。さっきよりすごい透明感出てて、めっちゃなんかワントーン明るくなった。やっぱいいよな、めっちゃそれですよ、もう。このパックすることによって化粧水の浸透がより早くなります。あ、めっちゃ気持ちいい。肌も明るくしてくれて、毛穴の詰まりを取ってくれて、化粧水の浸透を早くしてくれる、最高。それからですね、私ナチュラルマジェステでずっとリピートしてるやつがこちらのうちわサボテンオイルなんですけど、すごくしっとりとなって、これもツヤ感が出ます。それからすごく若々しい肌になってくるので、結構前からずっとリピートして使ってます。このうちわサボテンオイルに比べて、こちらのホホバオイルは、サボテンオイルよりかかなり安くなってます。で、安いのにターンオーバーを安定させてくれるので、非常にいいなと思います。お手軽な価格やのに幅広く使っていただけるので、すごくおすすめです。ビタミンがもう豊富でですね、世界で最も品質がいいとされているオーストラリア産のホホバオイルです。これで、これね、マジですごくて、何がすごいかっていうと、例えば私みたいにこういう吹き出物が出てる人とか、アトピー、それから肌荒れ、年齢による乾燥くすみもですね、綺麗にしてくれるオイルになってます。このホホバオイルでですね、まずオイルパックをしていきたいと思います。まあ、すごく化粧下地とかにもなるので、めっちゃいいです。ツヤ感が全然違ってきます。だいたい 4,5 プッシュぐらいしていきます。肌を傷つけないぐらいに優しくですね、こうくるくると回しながら塗っていきます。オイルやのにベタつきなくてサラッとしてるから、めっちゃ塗りやすいです。じゃあこの上からですね、ラップしていきたいと思います。蒸しタオルでもう一度拭き取っていきます。やばい、めっちゃ潤ってる、もちもちやもん。これでオイルパック終了です。はい、で今回はですね、こちらのレッドグレイマスクと、それからこちらのホホバオイルを使っていったんですけど、こちらのレッドグレイマスクは毛穴の汚れを取ってくれて、ハリを出してくれます。まあほんまにこういうたるみとかね、やっぱり年齢重ねるごとに肌のたるみとかほうれい線で出てくると思うんですけど、もう今からでもですね、こういうマスクを使ってしっかりケアをして、たるみを抑えてですね、素敵な肌目指していきたいと思います。これはほんまにいいんで、全身使えるっていうのがいいですよね。顔だけじゃなく体にもやっぱ毛穴の汚れってあるので、しっかりこれで取り除いて美肌を目指していきたいと思います。めっちゃこれはほんまにいいです。はい、メイク完成いたしました。
全然ツヤといい、この化粧のノリがやっぱ違いますね。ということで今回は毛穴の汚れが取れてワントーン肌が明るくなる、そんなスキンケアのご紹介でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。